エドムント・グスタフ・アルブリヒト・フッサールは、オーストリアの哲学者、数学者である。ファーストネームのエドムントは、エドムントとの表記もあり、またラストネームのフッサールは古く、フッセル、またはフッセルルとの表記も用いられた。ウィーン大学で、約2年間、フランツブレンターノに支持し、ドイツのハレ大学、ゲッティンゲン大学、フライブルク大学で教弁を取る。はじめは、 数学基礎論の研究者であったが、ブレンターノの影響を受け、哲学の側からの小学問の基礎づけへと関心を移し、全く新しい対象へのアプローチの方法として、現象学を提唱するに至る。現象学は20世紀哲学の新たな流れとなり、マルティン・ハイデッカー、ジャン・ポール・サルトル、モーリス・メルロー・ポンティラの後継者を生み出して、現象学運動となり、 学問のみならず、政治や芸術にまで影響を与えた。フッサールの目標は、自象そのものへという研究確率に端的に表明されている。つまり、いかなる前提や、先入観、形事上学的独断にもとらわれずに、現象そのものを把握して記述する方法を求めたのである。そして、その過程で、フッサールの現象学の概念も修正されていった。 夏季においては、フッサールを活動時期によって1、前期に、中期3、後期の3つに分け、各々の時期に考案された主要な概念を取り上げて、叙述する。前期前期を代表する著書は、論理学研究である。フッサールが著作活動を始めた19世紀のヨーロッパは、後に、科学の世紀、歴史の世紀と呼ばれる時代であった。ガリレオ・ガリレイによって、 物理学の基礎づけに数学が導入されて以降自然科学は飛躍的に発展した。その一方で哲学は大哲学の地位を追われて新派といった様々な哲学的立場が乱立してそれぞれの世界像が対立していた。そのため諸学の学問的基礎づけを求めて様々な研究が進められていた。そのような時代背景の下で特に数学、 論理学の領域で心理学主義、生物学主義的な心理的現象から諸学を基礎づけようとする発達心理学が石見していた。心理学主義とはあらゆる対象の基礎を心理的な過程に基づけようとする試みである。数学の研究者から出発したフッサールの関心も当初は心理学から数学を基礎づけようとするものであった。算術の哲学、 論理学的かつ心理学的研究はそのような立場から書かれた著書である。しかし、そこでは心理学という一つの理論が前提とされており、そのような方法では現象そのものを直接把握することができないとフッサールは考えた。そこでフッサールはフランツブ・レンターノの思考性の概念を継承し、現象によって与えられる心的体験を 直感的、名称的に把握し、あらゆる前提を取り払った諸学の学問的な基礎づけを求めた。ブレンターノは、物理的原因から、心理現象が発生することを理論的に説明する、発達的心理学を批判して、心理現象が対象への思考性を持つ点で、物理現象と区別されるとして、記述心理学の立場を明らかにした。そして、その上で、意識が、 必ず対象を指し示すことを思考的な意材を呼んだ。言い換えると意識とは例外なく何かについての意識であることを意味する。そこではデカルト的な心身二元論のように意識がまず存在しその後で対象が確認されるのではなく意識と対象が常に相関関係にあるとされる。ブレンターノの記述的心理学においては思考対象とその 内容が区別されていなかった。しかし、フッサールは意識から生まれ出る内容に関して対象を捉えた。例えば、丸い四角という概念は対象としては存在しない。しかし、それが内容として矛盾しているという意味は存在する。矛盾や配理法といった論理学の概念や法則はいつでも、誰でも、どこでも普遍的に共通するというイデア的な意味を有している。 真の学は普遍的な本質認識を求めるものであるため、単なる事実研究からは偶然的な認識しか得られない。したがって、論理学の諸概念や諸法則のイデア的な意味をすべて取り出すためには、前提となり得るすべての理論を取り払った直感によって把握するしか方法がなく、その直感も完全に展開された名状的なものでなければならない。 そのような方法によって記述される論理学は純粋論理学である。純粋論理学が成立するためには、それが認識論によって基礎づけられていなければならない。そして、そのためには現象学的な分析が必要であり、ことあるごとに常に事象そのものへ立ち返り、繰り返し再生可能な直感との称号を繰り返す。 ことによって、イデア的意味の不動の同一性を確保するために、不断に努力しなければならないとし、そのために記述的心理学には、現象学が必要であるとしたのである。中期、フッサールの中期を代表する著書は、イデエンである。フッサールは、論理学において、現象学を記述心理学と位置づけて、あらゆる前提を取り払った、純粋記述として、 自我の心理作用を記述しようとした。しかし、それでもなお、意識を自我の心理作用として解釈する心理学的な一つの解釈を前提にしており、心理学主義との批判を受ける余地があった。そこで、フッサールは、そのような解釈も含めて、すべての解釈を遮断する方法として、現象学的還元が、 また、現象学的還元を方法として得られる個々の純粋現象の本質構造を明らかにする方法として本質直感が必要となるとするに至った。現象学的還元日常的に私たちは自分の存在や世界の存在を疑ったりはしない。なぜなら私たちは自分が存在することを知っているし、私の周りの世界もそこに存在していることを 知っているからである。フッサールは、この自然的態度を、以下の3点から特徴づけ批判する。認識の対象の意味と存在を自明的としている、こと世界の存在の普段の革新と、世界関心の枠組みを暗黙の前提としていること世界関心への没入による、意識の本来的機能の自己忘却このような態度の、下では、人間は自らを、 世界の中の一つの存在者として認識するにとどまり、世界と存在者自体の意味や起源を問題とすることができない。このような問題を扱うために、フッサールは世界関心を抑制し、対象に関する全ての判断や理論を禁止することで、意識を純粋な理性機能として取り出す方法を提唱した。ノエシス、ノエマこのように現象学的還元によって得られた。 自然的態度を一般定律されている世界内の心ではない意識を純粋意識という。既に述べた通り、意識とは例外なく何かについての意識であり、思考性を持つ。したがって、純粋意識の純粋体験によって得られる純粋現象も思考的なものである。そして、このような思考的体験においては、意識の自我は常に〇〇についての意識として、 意識に与えられる感覚予見を何とかして捉えようとする。フッサールはギリシア語で思考作用を指すノエシスと思考された対象を指すノエマという用語を用いて意識の自我が感覚予見を捉えようとする動きをノエシス、意識によって捉えられた限りの対象をノエマと呼んだ。本質直感現象学的還現によって得られる純粋現象は あらゆる学問的解釈のみならず、一般的な人間の日常的な自然的態度さえも遮断して得られるものである。しかし、それだけでは個々の諸現象が得られるだけである。真の学は普遍的な本質認識を求めるものである。従って、そのためには純粋現象の本質構造を明らかにする方法が必要とされる。フッサールはすでに論理学研究において、 感覚的直感を超える直感があることを論じている。本質的直感とは、知覚された個別の対象をモデルとして、それを超えて、諸対象に共通の普遍的な本質を取り出して、原本的に与える直感とされる。現象学的還元によって得られた、思考的諸体験のノエシス、ノエマ的類型的構造の本質を直感するところにより記述すると、 現象学的還元によって一旦は遮断された自然的世界及びすべての理念的諸世界の対象を純粋意識が自分の中で世界意味として構成することになる。このような純粋意識はすべてを超え出た超越論的に純粋な意識ないし超越論的意識と呼ばれ以上のような反省を得た超越論的現象学はデカルト以来の二元論の持つ問題 主観的な認識主体が事故を超え出た客観的世界をどのように認識し得るのかという難問を解決した上でまさしく認識論的に基礎づけることによってあらゆる諸学の基礎づけるものとなるのである。後期後期思想の集大成と呼ぶべき著作がヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学でありデカルト的政策にその思想的転換が認められるとされる。そこでは 超越論的現象学によって明らかにされた個々の純粋意識の思考的体験を超えて、それに先立って存在する先所余生が存在し、それが発生する期限まで遡らなければ、世界構成を徹底的に明らかにすることはできないとされ、超越論的現象学の生態的現象学から発生的現象学への段階移行が解かれた。生活世界。 ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学において、フッサールは、普遍的な本質認識を求める真の学は、古代ギリシアにおいて、理性によって世界の全体を体系的に把握する普遍学として、現想説されたとする。そこでは、学問以前に日常的に直感される生活世界の基盤において、真の学が成立していた。ところが、ガリレオ・ガリレイによって、 物理学の基礎づけに数学が導入されて以降、自然は数式によって理念化されて数学的、記号学的理念の衣によって覆われてしまった。その結果、生活世界は隠蔽されてしまったのであった。これがヨーロッパ諸学の危機であるとする。そして、フッサールは超越論的現象学によって全ての客観的学問をエポケして、 生活世界を取り戻すことを主張したのである。フッサールは近代科学と古い形上学を厳しく批判して生活世界を取り戻すことを主張した。そしてそのことによって近代科学を支える物理学的経験の基盤となる感覚と理性を含む生活世界の経験が可能になると見た。これは客観的存在に先立つだけでなくこれを可能にするものである。 そのため、超越論的経験とも呼ばれる。これは、近代科学の客観性に先立つ限りで、主観的なものであるが、同時に基盤的なものである。そして、その最下層には、最も基礎的な、原事実がある。この原事実は、世界、私、他者の存在であり、これらは絡み合って、大きな歴史的存在を形作っている。これを研究、解明するのが、 新しい刑事定学であるとした。時間論、フッサールの時間論は、前期、中期、後期の3つに分けられるのが一般である。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、フッサールとは、コトバンク。2018年1月6日閲覧。淡田健造、古在吉主義重編、岩波哲学小辞典、西谷刑事、田辺先生のこと282ページ。 竹内義則ら編、田辺元思想と回想に収録。ありがとうございます。